テイルズ・オブ・アライズ実況プレイのパート53やっていきたいと思います。さてね、仲間たちの会話を終えて宿に戻って、シオン救出のために行くことになるんじゃないかなと思います。それでもね、ちょっとねオープニング見てたんですけど、ちょっと気になることがあって、あのアルベンとボルランの戦闘シーン、あれ多分ないねオープニングのあのシーンは。アルベン、架空のシーン、そこにいたのかよ。何かあったのか。お、まだズーグルだ。村の近くまで来てる。お、このままだと村に入り込む。縄張りを荒らした私たちのせいだ。それはまずいな。戦えるか、なんならここで待っていてもいいぞ。うん、無理はしない方がいいよ。みんな、しっかりしなきゃな。アルフェン、行けるのか。行くさ。ここで行かなくてどうする。そうだろ、アルフェン。ああ、その通りだ。行こうぜ。これまではね、痛みを感じないから戦ってたっていうのもあるかもしれないけれど、グズグズしていると村に入り込まれるぞ。ああ、急ごう。仲間たちだって痛みに耐えながら必死に戦ってたんだから、アルフィンだってできるさ。痛みだってみんなも同じなんだ。俺だけ引くわけにはいかない。来るぞ。足の速そうなのと硬そうなのと、一撃でも通すわけにはいかないぞ。村には近づかせるものか。そうでなきゃな、やろうぜアルフェン。すいません、長押ししてるけど今出ねえんだな。よっしゃ。大丈夫かアルフェン。はあ、本当に嫌になる痛さだ。でもまだ生きてるぜ。好んで傷を負う者などいないからな。だから皆鍛錬を積んで腕を磨くんだ。どうやらたっぷり磨く必要がありそうだ。何にせよ世話になった村を守れてよかったぜ。あ、この村私の故郷に似てる。見つからないように怯えて隠れて息を潜めて、でも結局は滅ぼされた。繰り返させない。
では行く気になったのだな。ああ、まだ戻った記憶の全てを受け止められたとは言わない。だが分かったこともある。俺は俺の支配者たちへの怒り、その根底には俺自身が全てを奪われたことがあったんだ。友も家族も故郷も何もかも失った。残るは罪だけ。俺は一人だ、そう思っていた。でもそうじゃない。俺にはまだ仲間がいる。この時代に出会った人たちがいる。俺を支え必要としてくれる人たちが。その絆を守りたい。二度と失いたくない。だから俺は戦い続ける。でもまずはシオンだよ。もちろんだ。助け出し、その上でボルラーンを倒してダナを解放する。みんな力を貸してくれ。いつでもいいぜ。元より依存はない。ならば目指すはガナス・ハロスの主婦ペレギオンだ。村人の話ではペレギオンとこの辺りは巨大な断崖で分断されている。だが道はあるそうだ。わかった、出発しよう。よし、シオンがいないからね、回復が現状ちょっと不安だけども、まあ、その辺はね、パーティーにティオハリムだったり、キサラを入れることでちょっとカバーしていこうかな。連携が結構、その俺フラムエッジ前提になっちゃってたから、この辺ちょっといじんないといけないな。めちゃめちゃ訪れしてる。しばらくこれで。何があるかわからん。準備は万全にな。腹が減ってちゃ戦はできねえもんな。わかった。クリストマンじゃん。ああ、どうした。おまたギガント系かな。はて、ふん。ああ、やったぜ。奴らに。釣りの作法というものを叩き込んでやろう。なかなかに無茶を言うな。今日の晩飯は魚か。おやおや。
おった。そういえばマハバルはどうしたんだ。まさか見つかってないのか。探しはしたんだ、海岸の行けるところまで。だけど他の船員さんも私たちも全員いた。ただマハバルだけが見つからなかったんだ。そんな、彼一人がまだ船と共にあるのかもしれん。海の底でか。クソ。とも限るまい、我々が皆同じ浜辺に打ち上げられたのに、船の方は破片一つ見当たらなかった。どこかで生き延びているかもしれないと。可能性の話だがね。いずれにせよ、海の上であれ下であれ、今の我々に探す術はない。進むしかなかろう。わかった。うん。ティスビムはスルドの支配から逃げてきたダナ人たちが作った村なんだったな。初めて来た時、ティオハリムがいるのによく受け入れてもらえたな。ティオハリムだけじゃないぜ。最初は俺たち全員警戒されまくったんだ。同じダナ人なのにか。追っ手に怯えるあまりか、よそ者は全部危険とみなす癖が染みついているらしくてな。無理もね。それでよく信用してもらえたな。どうやって説得したんだ。ひどく貧しい村だからな、食料の調達を兼ねてズーグルを少々買ってやったんだ。魔法でこんがり調理するおまけ付きでね。人間、腹が満たされると気分も落ち着く。やはり食事の力は偉大だな。なるほどね。シオンを助けに行く。餌付けされそうで怖いけど。迷いがあるのか。そんなことない、シオンは仲間だもん。私が憎んでいたのはアウメドラ。あいつが私にとってレナの象徴だった。でももう種族でくくるのはおかしいって。シオンとあの女は違うって思うから。そうか、成長したな。ただアウメドラのことは別、私は殺さないって決めたのに、勝手に殺されて、ざまあ見ろって思った私がいて、なんで勝手に殺されてるのって思う私もいる。でもじゃあ私が殺したかったのかと考えたら違うし、だからって生きてて欲しかったのかっていうと、ぐちゃぐちゃなんだ。どう受け止めればいいのかわからない。そのままで良いのではないか。え？お前は何も間違ってなどいない。信じていたものが崩れた時、混乱するのは当然だ。お前は憎しみに任せてアウメドラを殺さなかった。きっとそこにこそ意味があるのだと思う。今は時間をかけてそれについて考える時なのではないか。考える？あくまで私の考えだがな、私もまだ模索中の身だ。そっか。うん、私も模索してみるよ。ありがとう、キサラ。うん、なんかリンウェルがちょっとずつ成長していく様っていうのも見ていて面白いものがあるよね。ここさ、なんもなんか買い物とかないんだよね。そういうとこあります？
あるじゃねえか。とりあえず一泊して。目から舌が飛び出るぜ。おえよ。そしたら、お、なんかより強い方が先に作れちゃった。装備は見直したか。興奮ってら。古い防具はいいよね、多分ね。今日の食事は楽しみに。ヘロ、お、新料理か。いい食材が手に入ったからな。しゃ、まあ新しい料理はね、彼女が戻ってきてからにしよう。友達リオです。アルル、仲間の気配がするの。暑いな。ああ、同じ暑さでもカラグリはもっと乾いてたのに、ベタベタして気持ち悪いや。おまけに蒸れるし、虫も多いし。大丈夫？フルル。フルル。確かに。ただ歩いているだけで体力が奪われていくようだ。木が生い茂っているせいで見通しも効かない。みんな、隊長と敵の両方に気をつけろ。こういう時はさらに熱い風呂にでも入ってさっぱりするに限るな。どこにあるんだよそんなもん。アルフェンはあまり辛そうじゃないね、そんな格好してるのに。ああ、今まであまり感覚がなかったせいか、この暑さもどこか新鮮な感じがするんだ。それせっかく感覚戻っても結局倒れるんじゃ。
さてさて、初見のモンスターどんどん倒していこう。新しい素材をね、集めていかないと。あれ、間違えた。と、全然連携にならなかった今。これがあれば武器を作れそうだ。新しい素材集めよう、集めよう。釣り場がある。まあ釣りはおいおいのんびりと。いたよ、頼まれてたやつが。こうしたらなんか。ここは抜かせ。こいつらは動きが早いので縛る。動きを封じてやろう。ヤマタロウ。足止めは任せたまえ。さあ拳を温めとくぜ。ネガティブゲート、ヤマタノオロ。ヤマタノオロチが軽いな。やれるぞ。どういうこと。ライバル。パッと見かっこいいんだけどな、ヤマトノルちょっと軽いな。新たな武器に必要な欠片が揃ったか。しかしまた鬱蒼としてんなこりゃ。うん、何もかも植物が飲み込もうとしてるみたい。私はメナンシアの森の方が好きだ。同感ですが、今お国自慢しないでください。よっしゃ。ライバル。今だ。くれ。
のエリア見なきゃな。ん？近い。開いた。けど、こっからか。あるおおおおおお、いける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 。いいね。ふるる。森で何かあるの？なんかもらえるのかな？また。うさほうやすぎるな、はい。こいつは見切れるか。お。聖者の決心よ。やっ。アクアターベント。やっと。あたれ。あの決心、致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。そっか、炎の剣ないから火扇出ねえんだ、多分。力がみなぎってくる。戦ってない時がいいな。ちょっとあれ倒せばなんか素材手に入るかもしれない。あ、見たことあるぞ。ぶっ飛ばせばいいんだな。フルルは隠れてて。と。なかなかつなげが難しいな。
これでダメだったんだよね。うん、前よりも動けそうだ。よしよし、まあ、装備してもちょっと弱くなっちゃうから一瞬つけてみるぐらいで。あとは街灯の敵がいなかったのかな。装備は、見直したか。これなんかありそうだけどな。まあいいや。じゃあとりあえず一旦ここで一区切りにさせていただきます。ちょっとね長めに言っちゃったね。じゃあまあね、次回もこちらの、爆陽の森というところを進めていきまして、ボルラーンがいるガナスハロスの主婦ペレギオンを目指して進めていきたいと思います。ではテイルズオブアライズ実況プレイのパート53、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしております。それでは皆さん、まで見てくれな。